いやーマジでだスタレなんかめちゃくちゃほぼほぼやることないよな。もう本当に海砂宇宙と宇宙の公害とかやるぐらいか。マジでなクエストとかも全部終わらしてるからな。本当にやることがないんすよ。ちょっと待って、俺行きたいところあるんですよ皆さん。宇宙ステーションのヘルタの封鎖部分、俺動画でちょっと見たんだけどさ、ここにね、ここの難易度3に、難易度3でね、とんでもない、このペペっていうワンコロに、ちょっとワンコロ視点で、操作できる場所があるんですよね。で、まあ、進むとね、で、ここで、このね、犬の視点になるんですよ、皆さん。これ。これ、犬の視点になるんですよ、これ。で、何をするかというと、こうするんですよ。これ、どうすか。いやー、いいっすね。眺めがとてもいいっすね。ほら、見てください、これ。これ今、あれさせないけどさ、わかるこれ。俺が今見てるとこ。この、肉線っていうの。くっきり見えてますよね、これ。作り込みがえぐいですよ、本当に。おへそも、見えそうかな？視点次第ではマジ見えそう。いや、でもこの視点だから、あれだね。黒くなんないね。謎の、あれがなんないわ。うわあ、いいね。あ、まあ、ちょ、さすがに近すぎるとこうなるか。そろそろバンされそう。いや、バンはされないけど、広告の、あれは来てるわ。なんだっけ、制限は来てたわ。いやあ、いい眺めだねー。これ、あれできないんか。カメラモードにできないっすね。いや、マジこれ、わあ、これ。もうすごくいい視点。 おへそが見えない。やっぱおへそないんかな。おへそやっぱない。最近あんまりスタレの配信をしない理由が、まあ2つあって、まあまずなんかやることがあんまりない。やり込み要素結構やりすぎて、もう本当に海砂宇宙ぐらいしかやることなくてっていうのが一つと、もう一つがまあ、これっすね。絶対に暇だとこういうことをしてしまうんで、そろそろ本当にバンされないか、バンされかねないと思ってるから、まあそういうことっすね。だ配信外堪能してる俺。秘境だったか。宇宙ステーションヘルタの秘境はここっすね。皆さんもぜひ行ってみましょう。もう一つのさ、秘境行っていい？まあ一応ショート動画にしたんだけど、まだ上げてねえんだよな。もう少しここにドリームリーフってとこでさ、この体で、まあ以前こう来たと思うんですけど、ここはピノコニーの秘境っすね。ピノコニーの秘境です、ここ。はい。ホタル、おもらし鑑賞。終わりです。本当に。やってること、終わりです。終わってます、マジで。いや、みんなこういうのは見たかったんでしょ？俺分かってるよ、本当に。さすがに分かってた。ここって分かってた。察しが早いね、君。察しが早いね。いやー。いい眺めだ。で、あとはね、ちょっとラフの、どこだっけな、これかな、あ、これだわ。ここの場所で、こうやって走っていくと、まあ、こんな風に見れるんですよね。もう配信外でね、いろいろと、
いろんな場所を探索したから、ホタルで。どういう角度で何が見れるかって、なんかもう知識がね、入っちゃってるわ。で、あとはね、このカメラモードのね、あれ、パッドの高等技術をみんなに見せてあげよう。この待機モーション2ってあるじゃん。これを押した瞬間に、パッドのシェアボタンを押すと、こんな風にね、すぐにモーション見れるんですよね。キーマウだと、ちょっと難しいかもしれない。だってここ押してさ、押してからここまで押さなきゃいけないでしょ。ちょっと時間かかりそうじゃない？これパッドの強、あのパッドの強みです。パッドの特権これ。マジでパッドの特権。みんなもパッド使ってやった方がいいよ。こんな風に見えるかな。マジで俺配信外で一生こういうことばっかしてるから。暇の時。もうホタル持ってる人は、こうやって、もうやることない人はこうやってね、され堪能してみるといいかもしれないですね。あ、てかさ、みんな、あれ見たっけ？俺が今日、ショート動画に上げといた広告のやつ。あれマジで、えぐいよな。めっちゃ可愛かった。あのモーション普通に欲しいような待機モーションで、多分PV で流れとったほら、なんだっけ、花火持ってくるくる回るやつ。あのモーションマジで、待機モーションとして実装してほしかったな。わあ、まあでもいいや、広告であれ見れたし、俺自分用にあれショート動画に残しといたわ。一生見れるあれ。ほんとに可愛い。てかさ、あと、この、ボイスあるじゃん。ホタルの。ほらほら、パーティー編成でさ、緊張しないで、開拓者と組んだ時、このセリフあるじゃん。開拓者側ね、ホタルと組んでも専用ボイスでいいんだよな。ふざけんな、入れろよ。入れてくれほんまに。なんでいないんだ。ちょっと頼む、今からでも遅くない。入れてくれほんまに。どっちも聞きたいわ。いやマジで入れてほしいな。これないのはちょっと俺、うわ、泣いちゃったな。